どうもこんばんは、夜玉です。今回なんですけど、まあ、前回ね、ネオルナ艦隊の攻略で、友情でね、すごい楽になりますよっていう攻略動画を出したんですけど、そうするとね、ちょっとコメントいただきました。はい。ネオの艦隊編成、まあ、ネオルナなんで艦隊ではないんですけど、ネオルナの、編成とか、時点で、まあ、現実味少ない。まあ、これはまあまあわかるな。まあ、マルチ推奨してたかと言っても、まあ、ね。確かに現実味少ないかなっていうところで、あとはアムロヒツガヤ千早を使用せず、かつ同キャラ2体までの条件を満たしている攻略動画であれば、ミクリアの人に参考になるっていうところで、あ、この人フレ枠知らないのかなと思ったんですけど、こちらであればね、ミクリアの人が参考になるっていうところで、僕の頭の中でね、脳内でこれだったら9割勝てるだろうっていう編成をね、ぐるぐるぐるって探してね、組んできました。はい、ということで今回なんですけど、お腹いっぱいになるまでこの攻略動画やっていこうかなと思いますので、よかったら最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、パーティー編成なんですけどね、もう見てもらったら分かる通り、テキーラ2体とキラヤマト1体、あとはフレ枠にレムを使用しております。で、レムとかは近畿の5区が始まったので、まあ、26の攻略とかでね、出してる人が多くなってくるんじゃないかなと思いますので、比較的まだ見るフレ枠かなと思います。で、キラヤマトだけは、ちょっと今のガチャじゃないと引けないので、頑張って引いてください。テキーラとかは結構ね、古いキャラなので、持ってる人も多いんじゃないかなと思います。はい。で、なんでね、この編成にしたかっていうと、これ多分めっちゃ、脳内では、もうね、クリアするビジョンがね、もう、ふつふつと湧いてるとか見えてる。で、今この編成組んでみて、これもう時間ないからもう一発撮りでいいやって一発撮りなんだけど、多分勝てる。多分勝てるよ。多分というかもう、脳内では9割が戦ってるから、もう実質勝ちです。はい、100% 勝ちですね。はい、ということで、まあ普通にね、この、道中のドナテロとかは、レムがね、ギミック対応してるっていうところで、結構弱点をしっかり殴っていくと、攻略することができます。で、ワクワクとかはね、また概要欄に載っけてるので、よかったらそちらも参考にしてみてください。はい、で、まあ、こちらなんですけど、まあテキーラは減速壁持ってないんですよね。だから、まあなかなかね、動きづらいっていうのがあるんですけど、逆にこれを利用してあげます。で、テキーラのすごいいいところは、渾身と弱点キラー EL があるんですよね。だから、かつクリティカルなんですよ、ラックスキルが。これでうまいこと挟まって、ボス1でもうワンパン、もしくはゲージを飛ばす。で、ボス2でレムとキラヤマとのストライクショットで決めてあげる。まあこれがね、多分このルートの勝つビジョンかなと思います。これ、ステサンまで行くと多分この編成しんどいので、まあこれでね、勝っていこうかなと思います。で、結構ね、その、敵がね、減速で配置できるんですよ。だからこれで言うと、まあボスの言ったら、左上、もしくは左下とかに配置することができれば、渾身でね、ワンパン狙うとか、ゲージ飛ばしとか狙うことができます。大ダメージとりあえず狙えるんでね。めっちゃね、その、配置も含めてやりやすいキャラクターなので、まあ、もしね、ボス削りがしんどいよって方は、テキーラ1体採用するのはめちゃめちゃありだと思います。はい、これとかも、まあ、ちょっとあれかな。ちょっと、これね、下に減速貼られてたら、まあ、僕ほぼやばかったんだけど、まあ、これはちょっと、運もあるからね。はい、これは、ゲージ外しながら挟まります。で、まあまあまあ、普通に、これ、勝てる。多分、ボス、勝てる。勝てる。はい。で、これはね、アムロで、アムロレイじゃないね、キラヤマトでやっていって、で、キラヤマトの最良理由なんですけど、テキーラが白爆発持ってて、で、レムはね、ドナテロを倒せなかった時に困るので、これ加速でね、火力補助っていうところです。で、こちらテキーラをちゃんと減速で配置していく。めっちゃいいです。で、これも、1P のテキーラがめちゃめちゃ今、いい位置なんですよね。まあ、いい位置と言っても、まあ、若干左にずらしたいので、これレムでね、縦勘でテキーラの位置をね、左にずらします。で、キャラクターこういう風にずらすときっていうのは、左にずらしたいのであれば、テキーラのね、ボールへの右側をちょっと触れるようにしましょう。そうすることでね、こういう風にちょっと左にずれることができます。で、ここだけ、多分この動画ね、参考になるのはね、ここだけです。はい、この位置から直接ハマりに行くことができます。で、この位置からハマると、めっちゃダメージ出ます。これね、めちゃめちゃ参考にしてください。クリティカルも出たけど、7億飛んでゲージ飛びましたね。はい、ということで次ラストゲージになります。はい、脳内今完璧だよ、これ。もうめっちゃね、ビジョン通りに来てます。はい、で、これ、ちゃんとキラーヤマトで、ここ挟まって、しっかりと、レムのターンでドナテロ処理っていうところで、ちゃんとね、
プラスアルファ、まだねここテキーラ生きてくるところがあります。もうテキーラの役割終わりかと思うじゃないですか。違います。これねドナテロに当たることで弱点もね露出してくれるんですよ。で今弱点1個しかなくて、これだとねワンチャンレムでね仕留めきれない時がありますが、これ弱点をしっかりと出してあげることでレムで 100% このドナテロ処理が可能になります。はい、ということでこれ多分次の一周レムまで回せばほぼ勝ち確ですね。まあ、勝ち確というかもうほぼここまでいったら勝ち確なんだけど、まあねこんなに脳内の編成がうまくいくんだったらめちゃめちゃ気持ちいいね。はい、もうネタのね多分ねコメントだったと思うんですけど、ありがとうございました。はい、ということでこれもしっかりと、まあ、レムで削れなかった時のテキーラ配置をしておきます。ちゃんと下に配置して、でこれキラヤマとのターンなんですけど、これぶっちゃけ何でもいいんだよね。縦勘でもいいし挟まりいくでもいいんだけど、まあ、ちょっとでもダメージ出そうか、まあ、ちょっと挟まりいく、まあ、挟まれたらいいや、これ挟まれないと思うけど、まあ、挟まれたらいいなで打ちます。多分次のレムでとどめなので打ちます。うわでテキーラが若干位置悪いのか、うわどうしよっかな。これで配置するのもいいけど、耐えるか？パンパンパンで打って。次のレムがもし SS 失敗した時を考えると、これ打って一旦ひらめを抑えてって、いやでもパック打ちたくないね。ここまで来たら打たんでいこうか。これで一旦、ちょっと回復もらいくルートで。回復これでもらっていって、おし、いいね。回復もらえたから。これで多分ね、レムが何しても大丈夫なので、これレムのストライクショット打っていきます。で、左に止めるためには、どういう風なルートを描かないといけない？これは止まんない。これがね、横で下下がりして、シールドの減速もらったら左に止まるので、これでいきます。ストライクショット。はい。ということで、まあこれね、多分終わると思うんですけど、これね、アムロ、ヒツガ、チハヤ条件ね、使用せず、かつ同キャラね、2体までの条件満たしてる攻略動画となってますので、ミックリアの人はぜひ参考にしてみてください。ちなみにちょっとね、これ一発目なので、ちょっとお腹いっぱいになんなかったので、この後、ウーバーと出前館でなんか頼みたいと思います。ではでは皆さん、この辺で今回の動画終わりたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価もよろしくです。では、バイバイ。